よ。ちょっと待ちいいや。これはある程度回転上がるまで、うん、じわーっと上げていったらいいかな。回転量違うもん。おろせ。うわ。だから上げすぎやって、いきなりガーッとスロットル上げすぎ。もっとじわーっとせんと。じわーっとな。あの距離から落としてもガララになるよ。ララで、そうそうそう、戻って、はい、どうしても左に流れるからね。どうしても、うん、下ろす。サッパラに近づいてきたらもう、戻して。それはあれに比べたらな、まっすぐ。重量やばい。あ、もう。あかん。グラグラしてる。もうちょっとちゃんと固定してやらんと回り出したらガタガタ回るよ。なんでそんな斜めに置こうとするの。斜めやけどね。ここから飛ばすわ。さっきと音違うかも。分かんない。かめへん。それの、それでいい。その練習でいい。その繰り返しや。もうさ、あの、練習するんやったら、この450クラスでやった方が。後々また慣れなあかんから。うん。実際ちょっと飛ばせるようになったら、こっちの方が楽やねん。これ、人の命奪うやん。え、それはそうやけど。これで何人か死んでるやろ、毎年。そう、毎年かどうかじゃないけど、あれブレードカーボンファイバーやからナイフが回ってるようなもんやからな。怖っ。おとん指切ったことない。指はないけど足重きを当たったことはある。痛っ。えぐれたんすか。えぐれまでいけんけど。上がらんの。あ、もうちょい上げない。前に倒れかけてる。どうしてもな。ああ、おうおうおう、そう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 、それでがん踏ん張れ踏ん張れ。いや、踏ん張られへんわ。まだ根性が足りん。うちの違います。あっちゃこっちゃでピーピーなってる。鳥のさえずりですね。本当はもっとな、平らなとこ出てきたら一番いいねんけど。汗かき。そういう場所ないからさ。嫌な汗かき、なんか湿った汗。みんな最初はそうなのよ。この間がうまいこと行きすぎて。ですね。前のなの？なんか飛ばしやすかった。うん。しばらく治らん。パーッと取り寄せな。でも、感覚は一緒やろ。動くね。で、こいつの方がキビキビいくかも、うん、ちゃんと指示通りに。ほんまはな、アメンボつけてる方が飛ばしづらいねんけどな。上上がって、空中に浮いた段階では。でも、ないわけにいかんし。いっぺん目覚めじゃん。これしんどいよ。
あれ以上行ったら死んでたわ。いやー、なにこれ。休憩する？バッテリーは？バッテリーはまだいける。何回か巻き込んでパシッと芝居たことはあるけども。芝居たってレベルじゃないやろ。そっちやろ。バッテリーあと3本持ってきてるから、それ全部消化ね。1本はどんが使う？いいや、使わない。今の日記ほんまはほじゃね、回ってるとこにくるくる来たで。なんかそういう吸い寄せられるんやろ。壁の軌道？あとはそういう習性？いまいち、なんか、一定せんな、高さが。そんだけ動かしてんの、お前はスティックを。怖がってんね。で、右に打っても左に打って、エルロンな、右側のやつ。すぐ戻してんねんけどな。打ちっぱなしやったら絶対ずっと行ってまうから。特にこの間マスター CP よりもパワーあるから動きも速い。震えてんな。あ、でも今のがいっちゃう自分的に。おお、バカ野郎。安定したかな。その感覚をまず身につけんと、ただ単に浮かすだけやったら瞬間的しか受けへんから、そういう持続ささなフライトになれへん。ああいう時急な舵打ったらあかんで。バッテリー変えよ。ついた舵やらない。あ、もうこいつアホやろほんま。今だ飛べ。もうプレートボロボロやな。いったはい、定位置に戻してください。石ころ飛んできたぞ。近くには寄せつけない方が怖いな。はあ、サンダルやったからな。おじさんが見て見てる。ちょっとずつちょっとずつ。もうここにな、これな、バッテリーってこれなんじゃない？あと3分半。よし、回転上がってきた。行くぞ、飛び立て。
常にこっちにあって見てる。うわ。今ぶつかりそうやったから左に若干ずらして。これぐらいまだ広げないから。踏ん張っといたよ。広げすぎやけど。危ないところだ。はい、戻しておいで。この間の最初のこれも焼き戻り。そう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 。食欲こっちの食ない。おろせ。おろせ。上げといておろせ。今のはいけたわ。そういうちょっと力強い声で言われると下が多い。全こんな1メーターも離れてへんのお前。今の突っ込んできたら。前にやる気満々で上げたでしょ。そうですか。そんなに気温暑くないのに、もうちょっと離れた方がいいんじゃん。3メートル、4メートル、5メートルやな。面白い、超怖いわ。動物絶対には反対やな。あ、ちょっと待った、胃がんでるわ。あいつらアホやな。この振動はひどいな。あの綿棒の先一本重き回っとんかな。なんかでも面白い感じに回ってる。左の。からや。これは緊張じゃなく、多分長時間飲んでないからやで。さっき飲んでたやん。2時間前やん。2時間も経ってないよ。9時やで、あの時おった。今もう11時行くぞ。近づけすぎやで、いつもね。こいつは特にこの間のなんか違うから、パワーあるからほんま危ない。まあいいやん、全然やん。調子乗って上げすぎるぞ。今ね、上げすぎるって言うけどね、上げるつもり全くないねんで。落ち着いてるもん、四国まっとうに生きている。うざいな。キアゲハにちょっと聞いた。まだ早い前は。
が前にやってないの、勝手に前になって、そう、そこでポンと前にエレベーター打った方がいいの、機体がちょっとこっち下がりになったやろ、あの段階でもう。バリ震えてない、震えてるな、あんだけ震えへんねんけどな、やばいぐらいの、ああ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 、なんであんなとこで降りた、ビアイとかやな、草でもないね、するのはやっぱりアメンボだけのせいかな、うわ、何したいんだ今な、ここ上げたらあいつが前行ってな、あのこけそうなったから嘘に聞いちゃった、それはあかん、そういう時はスロットルも緩めな、こいつ前行くぞ勝手に。